宇宙魔人大剣豪は、1978年7月27日から1979年2月15日まで、テレビ朝日系で毎週木曜日18時18時30分に、全26話が放送された、トリプロ制作のロボットアニメ。広い銀河の果てまでも、悪を叩いて、流れ星。行く手を阻むカウチウの地獄。怒れ正義の大剣豪。 将軍ロボレオン率いるマゼラン帝国の銀河系信仰に対して銀河連盟は主政、エンペリアスを中心に迎え撃つものの圧倒的な戦力比により劣勢に陥る。エンペリアスの第一王子であるザムソンはロボレオンとの一騎打ちに敗れ、その命を落としてしまう。マゼランの勢力に対抗するには950年周期でエンペリアスに接近する彗星。 魔人の星の力を借りて、守護神、大剣豪を復活させるしかない。覚醒した大剣豪王と共に、マゼランに立ち向かうことを決意する、第二王子、ライガーだったが、エンペル王は、ライガーの弟、ユーガーをパイロットに任命した。しかし、出発当日、無断で大剣豪王に乗り込んだライガーは、王の静止を振り切り、発進させてしまう。 ライガーは同情したクレオとアニケオとケと共に大剣豪を借り反撃を開始するが直後にロボレオンから大剣豪を引き渡すことを条件に和平交渉を行いたいという話を持ちかけてきたしかしライガーはそれを連盟を降伏させる罠だと拒否それを不服とした王は苦渋の決断の末ライガー討伐の指示を出した連盟をも敵に回してしまったライガーたちだったが それでも戦い続けることを決意する。ライガーは、父の誤解を解き、銀河系に平和を取り戻すことができるのか。タツノコプロを退社し、独立した鳥海人さんが立ち上げた、トリプロが制作した最初で最後の作品。同時期に退社した、須山サト坂谷清志たちと共に企画、制作した。大宇宙を舞台に活躍する、主人公達の物語を描いた。 ロボットアニメである。数々のアニメソングを歌ってきた歌手、堀江光子が初めてアニメの声優を担当した作品で、洋画の吹き替え声優として、すでにデビューしていたユーガー役の島田里氏も、この作品でアニメの声優を初めて担当した。地球以外の星が舞台ということもあり、登場人物のファッションは中世の西欧風を基調としながらも、和洋折衷や、 男女混交のデザインが盛り込まれ、地球とは違った民族感覚であった。ベルトのバックルから取り出すベルト剣や大剣豪自体は元が石像だったりするなど、今までのロボットアニメに見られなかった設定も存在する。キー局ではローカルセールス枠であったために、朝日放送では平日早朝枠で放送する一方、九州朝日放送では金曜日十七時十七 30枠で先行放送が行われるなど、本作の放送時間帯は地域ごとに異なっていた。また、テレビ朝日系フルネット局が所在しながら、系列外のつぼねが放送した地域もある。キー局では、終了後は再放送枠に戻した後、1ヶ月半後の1979年4月2日より、ローカルニュース番組、6時のサテライトを開始する。 本作のヒットにより高得ト,トイスは同じ、トリプロ原作の流古巨人号カイザーを商品化する。2008年9月22日から12月15日まで、東映チャンネルのワクワク。アニメタイムはにて、ニューマスター版の再放送が行われた。エンペリアス星に代々伝われている伝説の守護神。魔人の星のエネルギーを受けて復活した。巨大戦闘機であるコンバットシップ。 バギー型の巨大、マシン大剣バギー、巨大戦車の大剣キャタピラーが合体して、巨大ロボット大剣号となる。通常は、移動基地、大剣ベースに変形して、宇宙を駆け巡る。各マシンへの分離には、剣号セパレーター、基地形態への合体は、大剣ベースアレンジャー、魔人形態への合体は、宇宙魔人、大剣号というコールを用いる。 全長120.0メートル、体重800トン。動力源は、高視力エネルギー。単独のワープも可能である。顔面の装甲が二つに割れると、中には、犯人屋のような牙を持った口があり、そこから炎を吐く。武器マゼラン帝国の主力兵器。その名の通り銃の骨を模したロボットである。大剣豪出現以前は、銀河連盟にとって、銃骨目かは、 脅威の対象となっていた。重骨メカは基本的に恐竜などの脊椎動物をモチーフにしているが、骨パイダーやガニーラのような節足動物をモチーフとしたものも存在する。また、量産化されている機体も存在しており、魚の骨の形をした戦闘機も多数出現している。一部の雑誌では骨重メカと掲載されているが、正しくは重骨メカである。 すべての回において、サブタイトルに、星の字が使われている。放送系列は放送当時のもの、放送時間は個別に出展が提示されてあるものを、除き1979年2月終了時点の、ものとする。高徳より、z 合金シリーズで、コンバットシップ大剣バギー大剣キャタビラーを、セット販売した、Z- ビルドプラン大剣号とその単体販売、及び、 大剣ベースに変形可能である大剣語コンバットアクションと大剣語とサラブレッダーのスタンダード合金が発売された。放送当時朝日新聞に掲載された高得の Z ビルドプラン大剣語広告では脅威のビルドプランのキャッチコピーで変形前の3機は単体でも遊べる一方を垂直に連結することで大剣語に 水平に連結することで大剣ベースに合体可能であることをアピールしている。2014年12月5日に東映ビデオから初のソフト化となるコンプリート DVD が発売された。ありがとうございます。